近なあの人たちと世界を救う大冒険、ミートピア。ここはミーたちが平和に暮らすミートピア。そこへ忍び寄る不穏な影。大魔王が現れ、町の人々の顔を奪い去ってしまいました。主人公のあなたは、平和を取り戻すため仲間と共に広大な世界を冒険していきます。好きなミーで遊ぶ。この世界の登場人物を決めるのはあなた自身。あなたの分身である主人公はもちろん、旅の仲間や王様、お姫様、さらには恐怖の大魔王まで、好きなミーを設定することができます。友達コレクション新生活やミー友など、いろいろなソフトからミーを連れてくることもできます。みんなのミーで配役楽ちん。インターネットにつなげば、みんなが投稿した人気のミーで配役することができます。ミーを作ったことのない人や作るのが苦手な人でも、その時々の人気のミーを連れてくることができます。名前で検索してお目当てのミーを探し出すことも。ひょっとすると今話題のあの人がやってくることも。職業いろいろ。主人公や一緒に冒険する仲間の職業を決めることができます。最初に選べる職業は6種類。職業によって戦闘中に使える技はいろいろ。冒険を進めるにつれて選べる職業は増えていきます。戦いを重ねると職業レベルがアップ。その職業ならではのさまざまな技を覚えていきます。性格いろいろ。性格も7種類の中から選ぶことができます。例えば頑固な性格なら、納得がいかず2回攻撃してくれる反面、強がって回復を断ってしまいます。他にも優しい性格なら、仲間を守ってくれる反面、敵にとどめをさせなかったり、天然な性格だと眠って自分の体力を回復する反面、敵を攻撃せずに遊び始めてしまうなど、それぞれの性格によって思い思いの行動をとります。仲間を見守ってサポート。怪物との戦いでは、主人公のミーを操作できるのに加えて、仲間をサポートすることもできます。怪物の攻撃でピンチになった仲間には、神の力ふりかけを振りかけて HP を回復してあげたり、仲間が状態異常にされた時には、神の力安全地帯に避難させて助けてあげることができます。仲間を注意深く見守りながら、怪物を倒し顔を取り戻していきましょう。宿屋でミーたちをお世話。各ステージの先には宿屋があります。宿屋ではミーたちにいろいろなお世話をすることができます。宿屋で大切なのは部屋割り。誰と誰を一緒の部屋にするのか、よく考えましょう。同じ部屋で過ごすことで、このようにお互いの好きレベルがアップします。仲良くなると突然プレゼントを買ってくるなんてことも。怪物を倒すと、いろんな料理がもらえます。その料理をあげると、
ミーの能力がどんどん上がっていきます。キャラクターによって好き嫌いがあるので、いろんな料理を手に入れて食べさせてみましょう。お小遣いをあげると、アイテムや武器、防具など自分の欲しいものを買ってきます。こまめにお小遣いをあげて装備を強化していきましょう。装備の数は700種類以上。強さはそのままで、お気に入りの見た目に変えることも。冒険を進めていくと、仲間のミーがどんどん増えていきます。次の戦いに備えて4人を選び旅立ちます。好き行動。旅を進めていくと、仲間との関係に変化が。好きレベルがアップすると、戦いの中でも特別な技を繰り出すようになります。敵の攻撃を身代わりしたり、仲間を手助けしたり、これまで以上に協力しながら戦います。しかし、それだけではありません。お互いの仲が悪くなると、戦いの中でも足を引っ張ってしまいます。時には大喧嘩に発展することも。パーティーは仲がいいほど強くなります。それぞれの関係を気にしながら進んでいきましょう。身近なあの人たちと世界を救う大冒険。ミートピア。ミートピア予告編を任天堂 e ショップで無料配信中。新たなムービーを追加したほか、着せ替えをしたり、みんなが投稿したミーでも楽しめるようになりました。